さて今回紹介するのがこちら、爆竜波響きです。こいつドラグハートのクロニクルデッキに収録されてるカードなんですが、先日確信しました。ウィザーズお前これや、このカード非常に強いです。早速効果の方を見ていきましょう。4コス2000ヒューマノイドバックドラグナー持ちのスピードアタッカーで、場に出た時自分のマナゾーンと同じ文明を持つコスト3以下のドラグハートウェポンをこのクリーチャーに装備することができます。さてここで問題です。このカードで強いところは一体どこにあるでしょうか。正解はわずか4コスでスピードアタッカーかつコスト3のドラグハートを装備できるヒューマノイドだということ、つまり全部です。もう全部が絶妙な噛み合い方をしています。というわけでちょっと次使い方説明していきます。まず装備するドラグハートウェポンですが、筆頭候補はクロニクルに同時収録されているバトライバー。このカード装備したクリーチャーが攻撃するときに山札をめくって、ドラゴンかヒューマノイドなら場に出すという強化版バルガゲイザーみたいな効果を持っています。そしてこの響き、なぜか偶然たまたまスピードアタッカーを持っているため、そのまま攻撃するだけで早速バトライバーチャンスが発動します。ちなみに響き自身もヒューマノイド持ちなんで、山札から響きめくれたらそのまま場に出ます。なおほとんど同じ効果を持つバルガライザーのコストは8です。まあこういうこと言うと、昔のカード好きな人はね、バルガライザーは7000あるから殴り返されにくいとか言いたい方出てくると思います。ところがどっこいこのバトライバー、装備したクリーチャーが攻撃されなくなるという絶対につけなくてよかったテキストが付属されています。だからもうデッキによってはバルガライザーより処理が厄介になるっていうとんでも仕様が隠れています。さらにこいつの使い方はそれだけではありません。例えばレッドゾーン、この響きにガイアルホーンを装備するとコマンド持ち SA に早変わりするため、そのままレッドゾーンに侵略できます。なおこのガイアルホーン、ターン終了時に流回するんで、対戦相手は開始のターンにこれの処理ができなかった時点で時短ジャスキルです。しかもそれだけじゃないんですよ。例えば手札に侵略先のバイクがなくても、ラベリテを装備することで攻撃時に手札からミクセルやプーニを展開するっていうザボンバみたいな動きもできちゃいます。てなわけでこのバルガザボンバイクの評価ですが、もちろん満点です。もう言うことないんですけど、まあ余談としてはですね、響きの登場によりヘブンズフォースがついに本当にダメなカード入りしました。まあなんで次の年度入りでこいつは消えると思います。というわけで今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。